ケビン・ボランズ、ケビン・ボランズは、南アフリカ共和国ピーター・マリッツバーグ出身の、現代音楽の作曲家、ポストミニマリズム音楽に関係した作風を取る。1972年に、ヨハネスブルグのウィトアーテルスラント大学を卒業後、アバディーン大学で修士号を取得。1973年から1981年まで、ケルンに住み、 同地の高等音楽学校でカール・ハインツ・シュトックハウゼンに指示。その後は、シュトックハウゼンの講義で助手を務める。この間に、同世代のバルター・チマーマニアクラレンス・バーローと並んで、新しい単純性と呼ばれる音楽運動に関係し、後にポストミニマリズムの作曲家に影響を与えることになる。この運動は、1970年代半ばのドイツ。 現代音楽界に見られた複雑会議で大げさな音楽への反動であり、明らかに深い影響力を及ぼした。1979年に何度かフィールドワークでの記録旅行を行った後、アフリカ的な構成技法を用いた作曲に取りかかる。このような特徴によって、ボランズは当時のヨーロッパの現代音楽界において最も個性的な作曲家になることができた。 マテペマテペや初稿のホワイトマンスリープスホワイトマンスリープスはチェンバロやビオラダ、ガンバのような小楽器を利用している。1980年代末から1990年代、初めの作品はアフリカ民族音楽の直接な影響力から離れつつあり、衝撃的な二大ピアノのための作品、セミシケーダに認められるようにすこぶる独創的なミニマリズム音楽という結果を 生んだボランズは、クロノスクアルテッドに、数曲を提供しており、分けても、ホワイトマンスリープス、ハンティング・ギャザリング、弦楽四重奏曲第8番、ブラックウーマンライジングが有名である。これまで、唯一のオペラ、風の靴を履いた男ザ・マン・ウィズ・フット・ソウルズ・オブ・ウィンドは、1993年に、ロンドンで初演された。他に、 ピアノ競争曲やチェロ競争曲も作曲している。ありがとうございます。